4-2-3-1 を予想しています。ゴールキーパー鈴木亮太、ディフェンス最終ライン高橋、鈴木大輔、佐々木、平香、ダブルボランチ三木と田口のコンビ、2列目右に田中、左にドゥドゥを起用しました。トップ下が風間、ワントップ小森です。こちらは 4-3-3 のシステムを予想しています。ゴールキーパー寺門、最終ライン前松本、ヘナン、高橋、秀則、アンカーに神垣、インサイドハーフ池上と矢島です。前線3枚が小林、梅木、松橋です。松橋と池上は10試合ぶりのスタメンとなりました。その鈴木大輔、佐々木翔吾のセンターバックコンビもエリア内です。グラウンダー佐々木ーブロックした、まだあるラインはどうだ、待っていないという判定です。完全に佐々木が空きました。しっかり一度ブロック、それを田中が蹴り込んで、この矢島の最後ゴール前でのブロック、いい走り方したんで、こうヘナンがマークついてたんですけど、佐々木のこうあのタイトにマークつけなきゃいけない、分からないですね。いやちょっとそうですね、はい、ルーズボールは高橋一生、風間胸コントロールしてかわす、小森が動き出している、その奥を狙ったか、ドゥドゥに渡る、折り返す、小森シュートは打てない、落として風間の左足、前半の23分、フォードとしては前線にボールを渡せなかったんですけどね、ここ、まあ、少し時間が、ね、かかりすぎたかなと思ったんですけど、いいコンビネーションから風間が最後、ね、よく落ち着いて流し込みましたね、はい、ね、小森ももうこの前に、ね、打てるかなと思ったんですけどね、よく打てないの自分で状況判断して我慢して走り込んだ、ね、風間しっかりコース狙って左足よく入れましたね、はい、奪い返した千葉、田中オーバーラップする、高橋、田中左足こぼれた、ドゥルが決めました、加入後初ゴール。これまずね、田中持ってから高橋がよくここオーバーラップしましたよね、はい、これで少し気になっているところ、しっかり空いたところ、田中が打ってこぼれ球ね、しっかり詰めましたね、いいところこぼれてきましたね、最後詰めたのは新加入のデデ、小林誠吾が落としてヘナンです。まあもうね、時間かけてしまうとやっぱり千葉の戻りも早いですからね、はい、ここもいい形で奪ったのは千葉です。田中、小森呼んでるが、田中自分で行く、左足ゴールのわずかに左でした。外からね、ミキフリーランニングしてましたけどね、フリーでね、ここでも奪われます。小森シュートの振り持っていく中へ、もう一度拾った小森、寺門よく触りました。いや、中西さん、枠捉えてましたね、捉えてましたね。ニアフリック、来た、シュート、右でした。もう一度フリックした、鈴木大輔、3点目千葉。仕上げがね、少し山口の方も遅かったですよね、これ鈴木大輔も反応早かったですね、早かったですね、で最後冷静ね、アウトサイドで流し込みましたね、いや落ち着いてました、長男の俊幸が今はジェフ、ここは山口チャンスになる、五十嵐左足リフレクトしましたが、よく抑えました鈴木亮太、激しいポジション争い、佐々木とヘナンは中西さん前半からやり合ってましたね、そうですね、
んでね。ニアサイドクリアします。ボールは山口か五十嵐、これ倒れて笛が鳴ります。ちょっと今ありましたかね、何ですかね。千葉は佐々木が倒れてます。でかなり千葉のベンチがヒートアップしてます。なんかありましたか。ならもうちょっとコーチングスタッフ陣がピッチの中に入ってくるようなそんな状態でした。このセットプレーの後だと思います。あ、もうすでにちょっと佐々木が倒れてます。あ、踏んづけて蹴ってみたいな感じです。ただ最後倒れてた位置はまた今の位置からちょっと違ったと思うので、まあ、そうですね、あの映像は確かに見えましたよね。そうですね。で、まあ、その後佐々木もまあ蹴り返したっていうのもありましたけどね、はい。で今のレッドカードは千葉のゴールキーパーコーチに対してのレッドカードということになりました。横パス、これをカットした千葉、小森縦流れている、引っかかって倒れました。ホイッスル、あ、レッドカードです。この小森のスルーパス、まあ、福光が壁の前にも2人座ってキーパーの目線から隠します。直接日高勝の直接フリーキック。場面があったんですけどね、もう直接日高がこう巻きながら外側によく入れましたね。いいコース来ましたもんね。これはちょっとキーパーの寺からもノーチャンスだったかもしれません。まあ、ちょっとノーチャンスですね、はい。アディショナルタイム目安の8分が経過してます。五十嵐前向く、このパスが引っかかります。神妙奪ったヘナ、そして試合終了のホイッスルが鳴りました。ホームの千葉4対0の快勝、今季2度目の連勝を飾りました。